はい、今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、腰痛予防のために、体操ということで、ちょっとね、お伝えしたいと思うんです。で、腹筋とか背筋、がなくて、腰を支えることがなかなか、ちょっとね、腰痛になってるって方もいらっしゃると思うんですけど、今日はですね、ここに腹横筋って言うと、帯のようにね、この着物の帯のような感じで、なってる筋肉がこうあるんですね。そこをですね、ちょっと鍛えたいと思うんですけど、皆さんですね、息をね、まず息をドローインって言ってですね、息を吐いて、息をね、鼻から吸って、で、胸とお腹を膨らませて、で、吐いた時にふーっとお腹をへこます、ふーっとお腹をへこました状態で、すること、ドローインっていうんですけれど、これをですね、少しこのお腹をね、引き締めるっていうか、この腹横筋っていうのを使うために、そういう訓練をちょっとしてみたいと思います。まず鼻から息吸った時に胸、お腹を膨らませます。息入っていくのをちょっと感じてみて、で、息を吐いて、口から吐いた時にふーっとへこませます。また鼻から息吸って胸とお腹を膨らませ、で、口から吐いて、お腹をへこます。で、この腹横筋っていうのはですね、コルセットってあると思うんですけど、天然のコルセットのような感じで、腰を支えてたりするんですね。なので、この腹横筋をね、よく使うことで腰をカバーするっていうことあると思いますんで、これをね、してみてください。ふーっと吐いて、でこういうドローインをしながらですね、ふーっとしながら、今日のね、ちょっと体操をしてみてください。まずね、足を立てています。で、手は頭の後ろにしてみてください。で、息を吐いた時にね、息、鼻から息吸って、で、胸をに息を入れて、お腹に息を入れて、で、少しですね、背中が少し床にペターッと少しつく、浮かないような感じで、で、息を吸ってきて、で、吐いた時にふーっとペターッとしながら、肘と膝を近づけようと、で、ゆっくり元に戻して、またお腹息吸って、で、息をふーっと吐いて、お腹をへこませながら、肘と膝近づけます。こういうのをね、少しやってみてください。ちょっと少しですね、お腹のあたりがちょっとお腹の下あたりが、下腹部あたりがね、ちょっときついなっていうふうになってくると思いますんで、少しね、お腹を、腹筋を鍛えるということ、ね、ちょっとやってみてください。ありがとうございます。